27日夜、名古屋市中区の焼肉店で火事があり、この店などが焼けましたが、当時、店内にいた客が、ホルモンを大量に焼いたら炎が上がったなどと話していることが警察への取材で分かりました。警察は、ホルモンを大量に焼いたために火が燃え上がり、ダクトに燃え移った疑いがあるとみて調べています。27日午後9時半ごろ、名古屋市中区新栄2丁目の焼肉店、ザ・ホルモン NASIZOUYAS から火が出て、この店舗と2階の事務所などが焼けました。警察によりますと、この店では肉を焼くコンロと煙を吸うためのダクトがそれぞれのテーブルに設置されていて、当時、店内にいた客が、ホルモンを大量に焼いたら炎が上がり、ダクトに燃え移ったなどと話していることが警察への取材で分かりました。警察によりますと、出火したと見られるダクトがあるテーブルでは、6人組のグループが食事をしていたということで、警察は、コンロでホルモンを大量に焼いたために火が燃え上がり、ダクトに燃え移った疑いがあるとみて、詳しく調べています。